典型的なボンドスーツを着たショーン・コネリーのワックス人形。ボンドスーツは映画007シリーズにおいて主人公のジェームズ・ボンドが身にまとうスーツの総称、またそのスタイルのこと。007シリーズにおけるジェームズ・ボンドの衣装として、スーツはそれを着たままアクションシーンをこなすことが本シリーズのお約束であることから一作目以来特に重要な位置を占めており、 ジェームズ・ボンドのスタイルを構築する上で欠かせないものになっている。作品によって、スーツの製作者及びブランドは一定ではないが、おおよそ共通したスタイルがある。また、その他のボンドのアイテムと同様に、現在では、現実世界のプロモーション活動として、映画制作者、アパレルブランドの両者にとっても重要なものとなっている。ボンドスーツの基本的なスタイルは、ダークカラー。 ナチュラルショルダーの広い肩、狭めのフィッシュマウス型のラペル、絞りの少ないウエスト、低い位置についたボタン、ワイドスプレッドカラーで、ダブルカフスのシャツに、細めのネクタイ、ツータックで、サイドアジャスターのトラウザーズである。このような特徴でなおかつ3ピースの2つボタンが有名であるが、他にも様々な種類がある。なお、ボンドは、愛獣のワルサー PPK を左肩につけた、 ガンホルスターに収めているという設定があり、デザインにそれが反映されている。これらの基本的なスタイルは、初代のショーン・コネリーの時代に確立された。仕立てたのは、ロンドンのサビルローから少し離れたコンジット通りにある、アンソニー・イシンクレアというテーラーで、ここは、映画第一作、007ドクターノーを監督した、テレンス・ヤングの悲劇の店であった。ヤングは、 当時まだほとんど無名であったコネリーをこの店に連れて行き、自身のスタイルを下敷きに、ボディビルダーでもあったコネリーの体に合わせて、スーツを仕立てた結果、このようなスタイルが生まれたとされる。こうした経緯から、ボンドスーツは、コンジットカットと同一しあるいはその範疇に含まれるものとされる場合もある。なお、シャツは、ターンブルアッサーであった。 アンソニー・シンクレアは、ドクター・ノーから、途中、女王陛下の007を除き、ダイヤモンドは永遠にまでスーツを制作した。途中に一度、ジョージ・レーゼンビーの時代を例外として、アンソニー・シンクレアは、初代ショーン・コネリーのシリーズ卒業までスーツの制作を、行った。コネリーからロジャー・ムーアに代わって、以後も、歴代のジェームズ・ボンドは、 基本的にこの最初に確立されたスタイルをフォローしつつ、おおよそ、ボンド役の俳優が変わるのに対応して制作者も変わるような形で現在まで継続しているが、ビスポークテイラーからファッションブランドにその担い手が変わりつつある。ジェームズ・ボンドをイメージしたスーツも腕時計やその他のアイテム同様に商品化されている。公式にスーツを提供している。 トム・フォード社からのシリーズの新作交換に合わせてコレクションとして販売されたものや、あるいは初代のアンソニー・シンクレアによる製品。さらには様々なビスポークテーラーがボンドスーツをそれぞれに再現したものまで様々なものを見つけることができる。ありがとうございます。